おはようございます。チンクルです。今日もよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録の方もね、200を超えまして、そんなにね、たくさんの人がチャンネル登録をしていただけてるんだなと思って、感慨深くなると同時に、これからもね、撮影のためになる動画をどしどし発信していきたいと思います。頑張ります。さて、最近ですね、Vlog やる人のための Vlog による Vlog に特化したカメラ出ましたよね。ソニーの Vlog カム ZV-1 ってやるんですけどもね、今回はそのビッグウェブに載っているその熱い Vlog というコンテンツをやる上での、カメラ機材の組み合わせについてちょっと考えてみました。これからね、 Vlog をやってみたいけど、どういった機材を揃えたらいいのかわからない、Vlog 初心者の方であったり、またね、すでに、Vlog を撮られている方でも、さらにね、いい環境をね、構築していきたいなって思っている方の参考になればなと思って、今回語っていきたいと思います。基本的に今回の流れは Vlog カメだったりとか、あと GH5 などね、結構その Vlog をやられている方が使っている機材をね、比較をしながらちょっとお話ししていければなと思います。それでは今日もどうぞよろしくお願いいたします。チンクルホイ。はい、というわけでね、じゃあ早速私が考える Vlog 最適機材組み合わせはこちらです。でん、はい、もうおなじみだと思いますね。では早速ね、細かくね、深掘っていきましょう。まずこちらボディですね、ボディはこちら α6400 ですね。はい、で注目ポイントは、大まかに分けてセンサーサイズが APS-C であること、あとは180度のチルト式モニター液晶ですね。あと、オートフォーカス性能であったりとか、コンパクトさ、そこら辺がね、ポイントかなと思います。そのポイントについてちょっとね、深掘っていきたいと思いますね。はい、まずこちらね、ソニーの α6400 のセンサーサイズからいきましょう。ソニーの α6400 のセンサーサイズは APS-C というものになっております。はい、Vlog カムとか、あと GH5 よりも、大きいセンサーを搭載しています。で、このセンサーサイズが大きいことによって何がいいのかっていうと、暗所での撮影に強かったりとか、あとはこの明るいレンズを使って F1.8 とかですね、そういうレンズを使って背景をぼやかしやすくなったり、得られるメリットは結構大きいです。はい、やっぱりね、 Vlog ですと綺麗な Vlog を撮るにあたってはこの2点はね、必須かなと思っております。はい、ちなみに、GH5 だとマイクロフォーサーズで、これの1個下ぐらいですね。で、Vlog カムの方は、1インチセンサーなので、それにさらに下ですね。はい、それの搭載となっております。はい、でその小さいセンサーだと、どうしてもやっぱり暗所でのね、暗いところでの撮影した時に結構映像にノイズが出たりとか、ザラザラな映像になって、なんかね、いまいちな映像にもなりかねないですし、あとやっぱその背景がね、ボケることによって Vlog っていうのはより印象深いものになるかなと思います。はい、でもちろんね、センサーサイズがもっと大きいフルサイズカメラっていうのもあるんですけども、あとでちょっとお話しするんですけども、アクセサリーとか重量の関係上、この APS-C ってやることが、自分にとっての最低かつ最高条件となっております。で、次ですね、これも上向いてるんですけども、これが180度チルト式モニターっていうものになっておりますね。はい、他だとね、ソニーから出てる RX100 シリーズっていうのも α6400 と同じく、こちらレンズの上にこう上がってくるんですよね、液晶が。で、例えばその Vlog カムだとか GH5 だと、これが真上じゃなくて横に出てくるんですよね。横に開くような形になってあります。はい、で個人的にはこう Vlog とか撮ってる時には、液晶を確認しつつ、撮影を行っていくことが多いので、液晶がね、結構横にあると、例えばここね、上の視線、ちょっとね、レンズから上に視線ずらしますけど、これとこっち側にずらした場合、なんか視線がちょっと不自然じゃないですかね。視線が不自然ね、ということですね。はい、そうやってね、液晶がね、横に出てきてしまうことによって、明らかになんかね、視線がずれて不自然な絵になってしまいかねないので、その点ね、液晶がね、こう上に上がってることによって、視線もね、自然にね、撮影環境をモニタリングしながら撮影することができるっていうのが、この180度チルト式モニターのいいところになっております。次に、オートフォーカス性能ですね。はい、で α6400 のこのオートフォーカス性能ってめちゃくちゃすごいんですよ。はい、この高性能オートフォーカスを知っている方ならば、それもうなずけるはずだと思うんですけども、ソニーのフラグシップ機である α9 っていう機械があるんですけども、その α9 と大体同性能ぐらいですかね。はい、
で簡単に言えば、フェラーリのエンジンをプリウスに乗せたって感じですね。すごい分かりづらいかなと思うんですけども、はい、でこのオートフォーカス性能がいいことによって何がいいかっていうと、この自撮りをしていることがやっぱり Vlog って多いと思うんですよ、うん、なんでこの顔にピントがあったりとか、それからすぐね、あの風景を写した際にはすぐさまそっちの方にピントがピッと合ってくれる、うん、それの方がやっぱりね、動画としてはね、自然な絵を作ってくれると思うので、やっぱりそのオートフォーカス性能が優れてるっていうのは大事かなと思います。なので高いオートフォーカス性能はそのまま質の高い動画につながっていくのかなと思っております。で次です。こちらソニーの α6000、 コンパクトなんですよね。すごい小さくてコンパクト、はい、これが何がいいかってことなんですけども、まあコンパクトであること、こちらはね、 Vlog を行う上でかなり重要な要素の一つになっております。はい、で基本的に Vlog っていうと手持ちスタイルで撮影していくかなとは思うんですよ。あるいは今これジンバル使ってるんですけども、スタンドをつけてね、手でこうやって持って撮影してみたりとか、まあ一日通してね、Vlog を撮るってなると結構手がね、悲鳴を上げるんですよね。はい、でそこでこのね、ボディ自体がコンパクトであるってことは、その分撮影の労力を減らしてくれるいいね、立役者になってくれます。はい、であとまたこのサイズ的にコンパクトであることによって、まあ、荷物として持ち出した時も全然かさばらないので、まあ、荷物に余裕が持てます。でそうすることで Vlog をやる上でコンパクトであることは、まあ重要要素でもいいんじゃないでしょうかね。そもそもこの Vlog をやるためのね、カメラですね、これが大きくて、まあ、持ち出さないっていうのだったら本末転倒ですし、そのカメラをね、持ち出さなかったらそもそも Vlog っていうのは始まらないですからね。はい、そういったね、撮影意欲っていう点でもね、やっぱりこのコンパクトであることっていうのはすごい重要かなと思います。はい、長々とね、カメラのこの α6400 のボディについてちょっと話したんですけども、他にもね、ここいろいろ散らかってると思うんですけども、その機材紹介もしていきたいので、まあ、簡単にボディについてまとめます。はい、結論、まずセンサーサイズは APS-C で、180度のチルト式モニターが搭載で、なおかつ、コンパクトでオートフォーカスの性能も優れているカメラのボディ、こちら全部統合して考えると α6400 はどれも満たしている最高の機材になっております。もう1年ぐらい使ってるんですけどもね、やっぱりめっちゃ使えるカメラだなって思っております。さあ次にレンズについていきましょうか。はい、もともとね、 α6400 をね、Vlog とか YouTube 撮影用として、まあ、買った時に 10mm から 18mm の F4 同士のやつを、まあ、買って1年ぐらい使ってたんですけども、最近になってね、こちら今ついてるものがですね、ソニーの 16mm の F2.8 っていうレンズになっております。これでね、 Vlog 用レンズとしての現段階での正解が出たかなと思っております。はい、でもちろんズームレンズね、最初ずっと使ってたんですけども、結局使うのはまあ 18mm だとか、まあ、そこら辺しか使わなかったので、まあ、それでいうとなんかズームレンズの意味もないなって思いまして、はい、でそれでいて F 値が開放4ですね、まあ夜で撮影で使う分には結構暗くてね、なんだかなっていう、そういうことが多々ありました。その点ね、今回このレンズね、16mmF2.8 ということでね、まあ、Vlog を撮る際にはね、 16mm の画角は 35mm 換算だと 24mm なので、まあ、程よくね、自撮り範囲にも決まりますし、まあ、開放 F 値が 2.8 なのでそこそこ明るいんですよね。うん、であとね、大事なことなんですけども、このレンズ重量 67g ですね。はい、で 10mm から 18mm のレンズだと 225g なので、まあ、その差はかなりね、大きいかなと思います。次ですね、次はマイクですね。はい、Vlog 撮る上でね、結構自分音声ってこだわってるんですけども、いろいろ考えてきて、結局結論はピンマイクが最強なんじゃないかという説に現段階では至っております。はい、というのもね、一般的にガンマイクだとかね、この上にね、取っつけてね、自分の声が拾ってくれるっていう、そういうスタイルでやってる方が多いかとは思うんですけども、まあ、そのガンマイクだと大体環境の音と自分の声、聞こえる比率としては環境音4ぐらいの自分の声6ってイメージですかね。はい、もちろんマイクによってそれはね、全然変わってくるとは思うんですけども、これがね、ピンマイクになることによってどうなるかっていうと、ピンマイクはね、ほんと自分の声をすごい拾ってくれます。はい、だいたい環境音3の自分の声7くらいの比率で音を拾ってくれる感じがしますね。なのでね、ガンマイクよりピンマイクの方がね、音の集音性はすごいいいんじゃないかなと思います。はい、あとピンマイクだとこういう風にね、1箇所だけにねマイクがとどまっているので、まあ、顔をどういう風に向けたとしてもね、
マイクが一定の音量で声を拾ってくれるので、その点はねすごい素晴らしいかなと思います。はい、あとやっぱりそのね、周囲の音にかき消されて自分の声が消えてしまってはね、せっかくの思い出がいまいちになってしまうので、こちらピンマイクがもたらす効果というのは非常に大きいです。あとね、その重量に関して言うとガンマイクはね、やっぱりその分大きい分重いですし、かさばりますね。はい、その分ピンマイクならね、そこまでかさばらないので、ただこれ6メートルとかあるんでちょっとかさばるけど、はい、まあそれはマイクの選択肢次第ですね。あとはまあ風防は忘れられないですね。はい、風のね音を低減してくれる風防は絶対必要です。はい、次ですね、次はこちらですね、はい、ND フィルター。はい、ND フィルターですね、こちらも撮影にするにあたってはなくてはならないものかなと思います。はい、でこれ使ってるレンズが F2.8 っていう明るいレンズ使ってるので、まあ、そのボケを生かした Vlog を撮ろうと思っても、日中明るかったら結局その絞りを絞るか、あとシャッタースピードをね速くするか、どっちかになっちゃうんですよ。はい、でシャッタースピードを速くするとその分不自然な絵にもなりますし、絞りをね絞っちゃうとボケを生かした撮影も全然できなくなってしまうので、その時にこういう ND フィルターがあると便利です。これをレンズの方にこうやってつけることによって、あえてね環境を暗くするんですよ。でこう暗くすることによって、この F2.8 の恩恵を授かれるっていう、そういったねめちゃくちゃ便利なものになっております。はい、でこの時ね、ND フィルターは可変式の ND フィルターをお勧めします。これね手元でこう変えられるのでね、こういう仕様になっております。はい、でやっぱね日中でもずっと晴れてるってわけではなくて、曇ったりとか、その日の日光はね雲に隠れちゃったりとか、で結構環境の明るさって常にね変化していくんですよ。はい、でその環境に応じた明るさを手元でこう簡単にね調節できる意義は大きいです。はい、なので Vlog にはこの可変式の ND フィルターは必須だと思います。はい、最後ですね、最後ですが、この映像のブレに関してちょっとお話なんですけれども、Vlog っていうのはやっぱりその撮影した映像がまあこう撮ってる分にね結構ブレブレだと、まあ後で見返した時にねなんか見るに耐えない絵になっちゃうと思うんですよ。ですがね、 Vlog を撮る上で、まあ、映像ってまあ、言わずもがななんですけども、一番大事なものだと思います。なのでね、この手元のブレをなるべく抑えたい、そこで選択肢としては4つ挙げられます。まず1つ、こちらのボディ内手ブレ補正がついているボディを使う、で手ブレ補正のついているレンズを使う、あとはそもそも手持ちで撮影しないで三脚を立てて撮影していくっていうスタイルで、4つ目が最後ジンバルを使うっていう、この4つになります。でこの選択肢を考えていくと、まあ、1と2ですね、手ブレ補正のついているボディとかレンズ、まあ、こちら揃えればだいぶ手ブレが抑えられるんですけども、そうなるとボディだと α6600、 あとフルサイズ機、あとレンズだと、まあ、OSS とかね、そういうものがついたやつが必要になります。はい、まあ、ここら辺のレンズだとちょっとね重いんですよね。まあ、ボディに至ってはこの α6400 の、まあ、上のね6600ってのあるんですけども、まあ、重量が 100g 近く重くなります。はい、たかが 100g とは思うんですけども、まあ、16mm のレンズ1本と半分って考えると、ね、これ1本半って考えるとめちゃくちゃね重いのかなと思います。はい、なのでこういった自分使っているのはこれジーユンのクレーン M2 なんですけども、小型ジンバルの登場です。でこちらこうクレーン M2 はね、これ自体で重量 500g なので、まあ、ペットボトル1本分ぐらいで、小型ながらカメラのね積載量ですね、こちら 130g から 720g まで乗ることができます。はい、なのでね、こういったさっきのね α6400 といったこちらミラーレス一眼レフまで乗るジンバルになっております。はい、で Vlog の特化型ジンバルじゃないかなとは個人的にはね、このクレーン M2 は思っております。はい、例えばこうやってね風景を撮影していてね、トリガーを3回タップするとこれで自分の方に向くんですよ、ね、でこういう風にね自撮りモードに切り替えたりとか、あとはこの底面とかにはねネジ穴がついてるので、ね、こういう風に三脚を取り外しすることもできます。はい、であとこの横にも、ネジ穴がついてるの でこのネジ穴にマイクを取り付けてみたりとか、あとはまあその持ち運ぶ時ですね、ロック機構がついてるので持ち運びも楽と。はい、でこのジンバルかなり使えます。おすすめです。さてどうでしたでしょうか。まあ、このね自分が Vlog をやる上でね最強の組み合わせを今回紹介してみました。
はい、映像の綺麗さはまあもちろんのことなんですけども、一貫してこの軽量であることだとか、あとコンパクトであることがやっぱりこの Vlog を撮るにあたってまあ大事だなとは自分は常々思っております。もっと重いとかかさばるとかね、それでカメラをね持ち出さなくなってしまうことがまあ一番避けるべきことなんじゃないかなと思います。はい、この点はね Vlog だけじゃなくてもまあ撮影写真撮影もそうですけども、まあ、重要要素の一つじゃないかなと思います。はい、で今回ね紹介した商品のリンクとかはね概要欄の方にまとめてみたので参考にしていただけたら幸いです。またね、このチャンネルではこのように撮影機材であったりとか撮影方法、Vlog などね、撮影の役に立ちそうなことをね、随時発信しております。はい、少しでもね、参考になったよって方がいれば、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは皆さん、明日も楽しい一日を。バイミー。Vlog やろうぜ。Vlog やろうぜ。